スーートレース下関は第3レース一般競争開始です。なお、第3レースは井村重信様によります冠協賛レース、千冬誕生日おめでとう、末永くよろしくとタイトル付けられています。対戦メンバー1号艇小林和樹、2号艇出幡貴則3号艇大橋瑠璃花、4号艇谷村和也5号艇紅苗花夢6号艇渡辺和正、以上6名です。 さあ本番も5号艇黒見を外に出ての1,2,3,4,6,5作戦待機行動です人気攻撃一号艇小林和樹で1コースフライング1本持ちではありますが3日目はインから0,6スタートいっての勝利もマークしている小林2コースは2号艇出幅高則3コース3号艇大橋瑠璃香4コース角は4号艇谷村和也 5コース6号艇の渡辺和正大外6コース5号艇黒宮花むです3対3第3レース一般競争さあ今も風としては少し向かい風気味に旗なびいております強い風ではありません第3レース一般競争進入インコースから1番2番3番4番6番5番ですスタートしてきましたバラケタスリートですが1号艇小林トップスタート好スタートを決めています さあ1号艇の小林がまずは逃げますそして外は3番差して2番4番後方から6番5番ですが1号艇小林逃げて2番手は外を回した3号艇大橋が若干優勢も4号艇谷村あるいは2号艇出畑と接近少し離れて6番最後方5番スタートは前提正常でした2番手争い4号艇谷村が優勢に変わるか3号艇大橋がそれでも外を握ってさあ一気に前に出ました3号艇の大橋です3番手争いに4号艇の谷村と2号艇出畑 あとは金佐の5番手6号手渡辺2周目2番手は3号手大橋が3転身リードを取っています3番手争いですが4号手谷村が外から抑えてさらには2番手まで目指そうという動きを見せますが4号手谷村2番手は3号手大橋変わらず3番手4号手谷村1341番3番4番2転身くらいの差で4番手に2号手出バタさらに2転身差5番手6号手渡辺最高峰は水がえて5号手黒妙です2周2幕1号手小林トップ2番手3号手大橋 三番手四号艇谷村譲さん手変わらず、一三四。一番、三番、四番でレースは最終周回です。一号艇小林和樹、トップスタートから逃げてという形、最終一マーク向かいます。二番手は三号艇の大橋に対してくるっと、四号艇谷村。やってきますが、二番手は三号艇大橋キープで一三四のまま、最後の向こう上面。二連対一三、九点四倍、三連対一三四、二十八倍ちょうどを示しております。 1号艇小林和樹がトップで最終ターンマーク旋回2番手は3号艇大橋瑠璃香3番手が4号艇谷村和也1、3、4、第3レース1着は1番の小林五輪2着3番、3番大橋五輪3着、4番、谷村五輪あとは2番、6番、五輪そしてラストで5番、五輪。 第3レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番、以上です。 ポートレース下関は第10レースの開始です。なお第10レースはリン,リンオーナー様によります冠協賛レーススナックリン,リンに来てねレースとタイトル付けられています。第10レースは特別選抜 B 戦6号艇石川慎二の動きありますさあ極力深くならないようにという1号艇小林和樹ブロックしながらの引線となって1コース2コース6号艇石川慎二です。 人気小林相手石川注目あとはまだ残り4艇船を流している状況です2号艇矢内水樹スタート展示では中段の3コースさあその矢内あとは3号艇栄田正彦後方に船を向けますさあ本番は三角これはある程度予想もされた動きです入れたならば三角というボートレース界の最近の流れもあります 3コース角に2号艇の矢部内4コース3号艇坂田5コースに4号艇金子そして大外6コース5号艇出端2対4第10レース特別選抜 B 戦追い風緩やかなコンディションで進入インコースから1番、6番2番、3番、4番5番でスタートしていきました1コース1号艇小林がいい踏み込みスタートを決めております 1号艇小林が逃げる6号艇石川さすまくり出す2号艇山内懐は3号艇坂枝の差し後方4番5番1号艇小林和樹は逃げています2番手は差しから3号艇坂田一歩優勢3番手に6号艇石川あとは4番5番内に控え外に2番スタートは前提正常でした1号艇の小林トップ2番手は3号艇の坂枝が先に回るそして3番手6号艇石川1361番3番6番レースは2周目2番手は3号艇 3号艇坂田が2艇進リード3番手6号艇石川です後続は4番5番2番1号艇小林がトップで西1マーク2番手は3号艇坂田3番手ですうちから5番4番やってきますが6号艇の石川がかわしてキープ1361番3番6番2番手3番手提供わずか2艇進ですが3号艇坂田がリードを取っています後続は5番4番最高峰2番 2, 週2マーク1号艇小林和樹トップ2番手3号艇坂井田正彦3番手は6号艇石川真司136上位3艇1番3番6番レースは最終周回へと移ります。 一号艇小林和樹フライング一本持ちという状況ではありますが、素晴らしいコーススタートを決めて押し切っております。最終一マーク。二番手は三号艇栄田雅彦。三番手六号艇の石川真二で一三六最後の向こう上面です。二連単一三は六点八倍。三連単一三六。十五点七倍を示しております。 1>, 1号艇3号艇6号艇の順で最終ターンマーク1号艇小林和樹がトップで最終ターンマークの旋回です2番手は3号艇坂枝正彦3番手が6号艇石川真司1、3、6、第10レースの特別選抜 B 戦まもなくゴールです1着は1番の小林ゴールイン2着、3番坂枝ゴールイン3着、6番石川ゴールインあとは5番、4番そして2番の順でゴールイン 第10レース確定をお知らせいたします1着1番2着3番3着6番以上です さあ競争水面上前半戦最後は予選特別 B 戦のカードで第6レース1、2、3、4、5、6と枠なり出揃ってまいりましたさあここもどうやらそのまままず1号艇で小林和樹がインコースに入ります初日このレースのみの1回走りで登場さあここはシリーズ初勝利なるかですその横2号艇で西野勇希前走のナルトの正月レースでは優質の5着今回エースモーターを手にして活躍なるか注目 今日はこの後ドリーム戦を走ります1・たと人気の両者そして3号艇で伊藤嘉智今日前半戦ではこちらイン逃げで1着発進で1 2, 3・ふさんそして4号艇の木村光弘スローでしょうかあと5号艇で森田昭彦6号艇で古川正之残り35秒を切っていましてさあスローは1・ふさんとここまでダッシュ4号艇の木村光弘から引っ張って4号6のダッシュ さあここは枠なり3対3に分かれてまいりまして進入体系が固まってまいりました引き続き追い風スタートライン上では風速は現在 2m 前後緩やかな追い風で前半戦最後となって第6レース予選特別 B 戦インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番3対3の枠なり進入です。2秒1秒 インコース一号艇の小林和樹、それから二号艇、人気の西野と両者がいいスタート、逃げる一号艇の小林を差して二号艇の西野で真ん中を三号艇の伊藤が攻めてあとは四番、六番、五番と回って先頭に一号艇でインセンからの小林和樹、イン速攻、現在二番手、二号艇上がってきて西野勇気と人気の両者、三番手、三号艇、懐から四号艇のあとは六番、五番となっています。 2号艇の3号艇,3号艇1、2、3となっていましてレースは2周目であります。 現在先頭は前を絞って1号手の小林一定進で外へ持ち出して2号手の西野が接近3番手は3号手の伊藤義智2周目で出しンマークは先頭で1号手の小林回って懐を2号手の西野が攻めてきますがここ先頭1号手2番手は2号手その差はまだわずか一定進ほどでずか後ろは水がいて3号手の伊藤が3番手1、2、3で2周目バック中間地点を通過していきます後ろは4号手、6号手、5号手の順になっています最後から第タンマークまずトップででるのが号小 先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手は3号艇と上位3艇変わらずの人気どころ、1、2、3となっていまして最終周回へと入ります、最終周回、先頭1号艇の小林和樹はここはインコース、トップスタートの逃げ、2番手に2号艇の西野有樹と人気の両者、インコース、2コース、3番手には3号艇の伊藤嘉智、最後のバークスリージへと入ってまいりましたが、上位が1号艇、2号艇、3号艇で1、2、三3となっていまして、あとは4号艇、6号艇、5号艇、前艇が最後のスリット裏を通過していきます。 最終ターンマークを迎えますが1号艇、イ線から気を入った小林がシリーズ初勝利、2番手、2号艇の西野、3番手、3号艇の伊藤と、ここもスロー勢で決着の一二三と1、2 3とここはスロー勢、人気どころ、内訳三丁で決着、本命決着です、先頭1番、ゴールイン、2番、ゴールイン、3番、ゴールイン、4番、6番、ゴールイン、最後尾5番がゴールイン。 第6レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございました。 ただいまより第7レースのスタート展示を行います男女混合で争われる6日間シリーズ三経スポーツ競争奪第51回天ヶ崎選手権競争初日の攻防はこれより第4レース予選競争です対戦メンバーです 一号艇小林一樹。二号艇近藤俊也。三号艇渡辺英二、四号艇中里正。五号艇井上大輔。六号艇亀山高政。以上六選手の対戦です。枠なり侵入となりそう。注目はやはり三号艇での登場渡辺英二です。過去幾度となく V を飾ったこのセンタープールの水面。今回も。 やはり V 最有力としての参戦ということになるか3号艇、渡辺このあとはメインカードの選抜カード絶好枠での登場ということになりますがその前の一走となる3号艇、渡辺枠番通り3コースから好枠両者がインコース2コースに構えていきます1号艇、小林和樹がインコースに進入2号艇、近藤俊哉が2コースに構えます3号艇、渡辺栄二が3コースそして4号艇、中里もスロース 前回センタープール登場となりました中里ですが、やはり大崩れ許さぬ抜群の安定感を誇りました。四号艇中里、全県タイムを良好な数字を叩き出しています。角一の五コースには五号艇井上大輔。そして六コース六号艇亀山高政。四対二のスタイル、第四レース予選競争インコースから。一番二番三番四番、ダッシュ五番六番。スタートしました、センター。 スローの4コースから4号艇中里がコースタートを放ちましたが内3艇も伸び返して1号艇小林和樹2号艇近藤俊哉がまくる内をつく3号艇渡辺4号艇中里ですが押し切って1号艇小林和樹が先頭2番手ロスで混戦状態ずかに4号艇中里正しか外からは3号艇渡辺英二と2号艇近藤俊哉内からは5号艇井上接近第4レーススタート正常です 1周2マークは1号艇小林和樹トップでクリアそして4号艇中里正が2番手3番手争い5号艇3号艇両者少々バウンドいたしましたが外回った3号艇渡辺英二がずかに優勢かしかし内側から接近する5号艇井上大輔と2号艇近藤俊也3艇の3番手争いとなっていますレースは2周の1マーク先頭は1号艇小林和樹2番手4号艇中里昌握って回った3号艇渡辺英二がここで単独3番手一金リード5停止 上位体系は1番4番3番です後方は少し差がついて5号艇2号艇6号艇が続きます上位の体型は1番4番3番2周2マーク先頭独走態勢固める1号艇小林和樹2番手4号艇中里正史3番手3号艇渡辺英二1番4番3番最終週間に入っています 側5選手がいずれもゼロ台のスタート合戦ということになりましたがきっちりとインコースから踏ん張った1号艇小林一樹です3周1マークトップでクリア4号艇中里正司が2番手3号艇渡辺英二が3番手1番4番3番後方は2号艇5号艇6号艇が続いていますシリーズ初日の攻防第4レース予選競争1番4番3番でラストコーナー1号艇小林一樹が先頭4号艇中里正司2番手3号艇渡辺英二が3番手 上位体系一四三でゴール、先頭一番小林五塁。二着四番中里五塁、三着三番渡辺五塁。五番二番五塁。ラスト六番神山五塁。以上天尼崎第四レースでした。第四レースの着順確定をお知らせいたします。一着一番。 2着4番、3着3番以上でございます。 上空は少し薄い雲がかかってきましたが水面上は非常に穏やか現在は緩やかなホーム追い風が吹いています2ボートレース上後半カードに入って7レースの予選競争です第3メンバー1号艇山口小林和樹2号艇三重本部恵み、3号艇山口大田尚弥4号艇三重ウルタ翔平5号艇愛知坂本博人6号艇兵庫小島和弘以上のメンバーです 目立った動きはなく枠番通りの侵入となっていきそうですインコースは1号艇小林和樹が張ります2コースは地元の2号艇本部恵が向かって3コースは3号艇大田直也。昨日の初日は2コースから差し切って勝っています4コース地元から2人目4号艇ウルタ昌平が張ります5コースは5号艇坂本博人昨日の初戦は3着スタートです3ヤウト6コースは6号艇大島和弘 昨日の初日はゼロ台トップスタートから逃げて勝っています。カードは四コース四号艇ウルタが取って三対三の枠なり侵入です。一号艇小林和樹が人気の中心、三号艇大田直也が人気対抗格。三連単は一三五が九倍台で人気となっています。大時計は一分身から十二秒死に動きが変わります。七レースの予選競争スタートまではまもなく残りは十秒です。 入はインから1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。 スタートししまた。一コース一号艇小林二コース二号艇本部わずかにコーススタート逃げるのは一号艇小林二号艇本部が切り込んでくる枕三号艇太田そうと言ったら五号艇坂本内側から四号艇ウルタ六号艇大島が続く逃げる一号艇小林和樹が先頭二番手三号艇太田が優星か内側から三番手から四号艇ウルタが続く相当から五号艇坂本あるいは六号艇大島スタートは正常です2枕1号艇小林三号艇太田がクリア三番手四号艇ウルタが先までが切り込んだ5号 5号艇坂本内側から3番手5号艇坂本が優勢2、3番手も現在定間は一定試合から2艇審査レーサー2周1マークです先頭でクリアする1号艇小林和樹2番手ラスイは内側から追っつける5号艇坂本包んでかわす3号艇太田2番手3号艇太田3番手5号艇坂本の外からまた接近か4号艇ウルタしかし3番手内側から5号艇坂本が現在一定試合リード外から4号艇ウルタが食い下がります 2周団体ターマーク1号艇小林3号艇太田がクリア3団手は5号艇坂本握り込んでくる4号艇ウルタ内側からしのごうと5号艇坂本内5号艇坂本が3段手わずかに優勢相当から判定審査4号艇ウルタが食らいつく最終周回です 三一マーク3番手のスイは内側から5号艇坂本が先まい握ってくる4号艇ウルタも内側からしのぐ5号艇坂本3番手は5号艇坂本がここで3停止リード上位は1番、3番、5番でバックスイッチの中間地点です3連覇の内は9.1倍ですこれから最終ターンマークは1号艇小林和樹が先頭でクリア2番手は3号艇太田直也そして3番手5号艇坂本博人の順1番、3番、5番で7レースまもなくゴールです 先頭1番、小林が5輪、2番手、3番、太田5輪、3番手、5番、坂本5輪、4番、ウルタ6番、大島ラスト2番、本部が5輪です第7レースの確定は1着1番、2着3番、3着5番でございました。 予選最終日現在気温の方は17度あたりを示していますスリット付近の風ですが今日は不安定横風あるいは向かい風強弱繰り返しながらコロコロと変わっていくそういった状況となっていますその競争水面迎えるカード第二レース予選競争です一号艇小林和樹二号艇長谷川千香三号艇浦部和馬四号艇尾崎裕二五号艇羽田辰樹 六号艇平池仁以上六名の対戦です。インコースに構えていくのは一号艇小林和樹です。予選ラストの今日、二走、二回走りとなっています。得点率六点零零に対し、その二走で十五点以上がノルマです。二コース地元二号艇長谷川千佳を、三コース三号艇浦部和馬と定番通り一蓋三頭収まっていきます。 引っ張って角一4コースには4号艇尾崎裕二は2走で8点以上ですと6.00クリア5コースにはこちらはすでに予選突破へめどをつけている5号艇畑辰己最後ト6コースには地元は6号艇平池仁となっています定番通り3対3に分かれました第2レース予選競争インコースから1番、2番、3番ダッシュ4番、5番、6番です。 スタートしましまたわずかにスロー勢が高タイミングトップスタートはずれないスタート1号艇小林ですその1号艇小林が先前2号艇長谷川の差し3号艇浦部がまくり出すさらにそれについた5号艇畑へさきが置いた先頭ですがわずかに1号艇小林が優勢2番手外から3号艇浦部3番手から2号艇長谷川が追走後方は4号艇5号艇6号艇第2レーススタートは正常です 1>, 1周2マークに移って先頭は1号艇小林2番手2号艇長谷川の外分ましていった3号艇浦部の全速線これが決まって2番手単独3番手は2号艇長谷川となっています上位体系は1番3番2番後方4号艇5号艇6号艇レースは2周目と入っています2周1マークから向こう上面先頭は1号艇小林2番手は3号艇浦部3番手2号艇 長谷川の内側から接近は4号艇大崎さあ一手審査締め込んでいく2号艇長谷川外から4号艇大崎そして5号艇畑もこれに絡んでいきます3番手争いが接戦模様2周2マークです上2艇は1番3番3番手2号艇長谷川の外攻めていったのは5号艇旗たすきホームステッチここで3番手2号艇5号艇並走わずかにアウト5号艇旗が直線コースに入ってしまいか1番3番5番と変わって最終周回に入っています 1> 先頭は1号艇小林コンマ06のスタートでした2番手は3号艇浦部3番手2号艇長谷川の攻撃かわした5号艇畑が3番手1番3番5番となっています2艇進半差4番手からは2号艇長谷川後方4号艇6号艇ラストコーナーへと移ります先頭は1号艇小林和樹2番手は3号艇浦部和馬、3番手ここも 畑辰樹が先前ホームストレッチ上位体系は1番、3番、5番でゴール先頭1番、小林ゴール2着、3番、浦部3着、5番、畑ゴール2番、長谷川4番、尾崎ゴールラッストル6番、平池ゴールです。 第二レースの着順確定をお知らせいたします。一着一番、二着三番、三着五番以上でございます。2> 第二レースの払い戻し金はご覧の通りです。 大亀ブルーナイター四国新聞社杯争奪すナイター王決定戦5日目を迎えました今日は上空やや雲が多い状況雨の心配もありましたが現在はその雨は降っておりません気温はやや高め現在18度あたりを示していますナイター校舎による混雪昨日までの予選を勝ち上がった18名が出揃いました今日終盤にはそのファイナル進出をかけた準優勝戦が行われます そのの日目最初のカードです。第1レース一般競争ウェルカムブルーナイターオープニングレース1号艇、小林和樹2号艇、渡辺そら三3号艇、佐喜俊人4号艇、山口裕太5号艇、大西隆大6号艇、関根明人、以上6名の対戦ですインコースに構えたのは予選は惜しくも19位時点となりました1号艇、小林和樹 しかしここまでシリーズとしましては2勝マークしています3勝目と行きたい2戦2コース2号艇渡辺らい3コース3号艇咲俊人角市4コースには4号艇山口裕太5コース地元5号艇大西隆弘サイアウト6コース6号艇関昭人定番通り3対3のスタイル第1レース一般競争ウェルカムブルーナイターオープニングレースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です スタートしました角一四コースがトップスタート4号艇山口唄インからは1号艇小林です角からようと4号艇山口ですが1号艇が先回り。2号艇渡辺の外まくり出していったのは3号艇先内側から4号艇山口2番差し向こう上面先頭ですがここは1号艇小林が優勢2艇進2番手3号艇先に内側から6号艇関根そして4号艇山口も追走2番戦いが混戦模様スタートは正常です 1> 前頭1号艇小林2番手内側から6号艇関根差してくる3号艇崎俊人先回ここは一定心前に出た2番手単独3番手は6号艇関根となっています上位体系は1番3番6番後方は2号艇5号艇4号艇レースは2周対1コーナーです トップ構想は1号艇小林2番手は3号艇先3番手2号艇渡辺を回して切り込んだ6号艇関脇人、そして2番手はる3号艇咲を捉える勢い一定身、反転進、へさきがかかりました2番手争い3号艇、6号艇接戦絞り込んでいく3号艇先一定進前に出た2周2マークです。 その2番手争い3号艇、佐喜俊人前一取ってさすか6号艇、関根ですがここは2番手、3号艇、佐きが守っています1番、3番、6番の体勢レースは最終週間に入っています先頭は1号艇、小林和樹そして接戦の2番手、現在は3号艇、佐喜俊人が2弟進優勢3番手からここも開いてさすのは6号艇、関根昭人向こう上、向正面しかしここは3号艇、佐きが2番手優勢1番、3番、6番となっています。 水が空いて4番手に2号艇渡辺後方は4号艇5号艇最終コーナーへと移りますシリーズこれが3勝目となります先頭は1号艇小林2番手はどうやら3号艇先が守った3番手は6号艇関根1番3番6番でゴール先頭1番小林ゴール2着3番先3着6番関根ゴール2番4番とゴールラストで5番大西ゴールインです 1> 第一レースの着順確定をお知らせいたします。一着、一番、二着、三番、三着、六番。以上でございます。第一レースの払い戻し金はご覧の通りです。